アルバロ・マンリケで、スニガ初代、ビリア・マンリケ公爵。アルバロ・マンリケで、スニガは、スペインの貴族で、第7代ヌエバイスパーニャー副王。マンリケで、スニガは、サラマンカで生まれ、セビリアで育った。第5代ベラルカサル伯爵アロンソ・フランシスコでスニガイ、外マヨルの逸ツであり、マンリケで、スニガという姓は、母方の祖母であるレオノール・マンリケで、 ララの領地を継承したことから名乗ったものである。一族には国の養殖につく者が多く、兄のアントニオはミラノ総督、また無敵艦隊の総司令官、アロンソペレス・デグスマンは老いにあたる。1553年から1556年までサラマンカ大学で学んだ。卒業後はセビリア市長を務めた。当時のセビリアは新大陸への出口としてスペインで、 最も繁栄した都市だった。1575年に、ビリア・マンリケ公爵の借位を授かった。1583年に、ペルー副王マルティン・エンリケスであるマンサと、第5代ヌエヴァ・エスパーニャ副王、ロレンソ・スアレスで面倒さが共に死亡し、国王フェリッペ2世は、公認の副王を任命する必要が生じた。マンリケで、スニガはヌエヴァ・エスパーニャ副王に選ばれ、 1585年11月18日にメキシコシティ入りした。マンリケでスニガの副王としての仕事は多くの抵抗にあった。彼はメキシコ大司教で異端審問官、観察者を兼ね、さらに全副王の没後は臨時の副王でもあったペドロモヤでコントレラスと対立した。第四大副王の時代に欧米によって修道会に属さない 教区司祭を任命しようとしたが果たさなかった。マンリケでスニガはこの王命を実行しようとしたが、修道会側がスペイン語やインディアス数期会議に訴えたために取りやめになった。北方の父メカとの戦争は長く続いていたが、軍事刑務所を廃止して先住民の奴隷化を止めさせたことは戦争の終結に効果を上げた。副王は先住民の労働環境を改善させた。 当時、イギリスのフランシス・ドレークやトマス・キャベンディッシュの主役船がサントドミンゴやマニラ・ガレオンを襲撃する事件が起きていた。複王は沿岸の要塞化やマニラ・ガレオンに護衛艦をつけることで対応した。グアダ・ラハラのアウディエンシアは、複王からの独立を欲し、現地の大土地所有者と隕石関係を結んでいた。複王はアウディアンシアの長祖館を捉えようとしたが、 調査官は内戦の危機をスペイン本国に対して訴えた。フェリペ2世はルイス・デベラスコを公認の副王に任命してマンリケでスニガを解任し、その財産は差し押さえられた。マンリケでスニガはスペイン本国に戻り、1604年にセビリアの自宅で没集した。ありがとうございます。